しょ。はい。最後のところやっとうまく揃うようになってよかった。昨日できなかったことが今日できるようになると嬉しいよね。うんうん、ちょっとずつだけど前に進んでる感じがして嬉しくなるね。ヨシコちゃんのかぼちゃこも美味しいし、平和なバレンタインだな。
しい。そう言ってもらえると作った甲斐があるつら。今お茶のおかわり用意してくるから、ヨハネの分もマカロン残しておいてね。はーい。リコさんのこれは、まあプチシュークリームですの。一口サイズでベリーキュート。チョコのデコレーションも上品で、さすがリコね。チョコがかかっているだけで、中身は普通のクリームなんだけどね。リコは謙虚なんだから、一ついただくわ。マリさん、そんな反応おかしいでしょ。シュークリーム、気にしないでください。